ようございます。ではここでやるつもりだった。ここでやるつもりだったね。マイクが届かない問題、本質的問題がありますから。マイクが届かない問題、マイクなしで、マイクとりあえずあれか、あれね、本当に生音の方がいいかな、本当でいいかな。あれまあでもあの結構ですね、あのあんまり本当は上げずに来てるのでいい。わかりました、はい。A かも無理だね。こんなところで。車入れるかな。とりあえずマイクを使ってくださ い、はい。すみません、ちょっと手伝ってください。ね、あのこれ剥がしてください、みんなで。髪を剥がす。いや、あと髪を破らないで、あのテープだけ剥がしてください。はい、髪は後で使います。はい。おはようございます。おはようございます。ちょっとマイクをね、はい、あ、じゃあ抜いてください。なんか書くものないんですか。書くもの、どういう、あ、はい、ちょっと待ってくださいね。マイク抜いて、あ、マイクね、はい。うん、あ、すいません、これだな、これこれこれ、これこれ、長いの貸してください、こっち刺します。で、これでやります、これでいい、はい、やります。はい、あれ、これない？刺すとこ。これだ。これをここ。これ刺してください。これね。これだな。どうなんですか？それこっちです。わかる。こっちはあるので、一方しかないので。名前も全部書くのかと思いましたよ。
お嬢さん、ちょっと引いてくれる？テストのマイク中、テストのマイク中、ちょっと羽織るかな、大丈夫ね、はい、聞こえてますか、テストのマイク中、はい、あ、聞こえてる顔ですね、大丈夫ですね、はい、ついにこの時がやってまいりました。東松山ファンタジー化計画スタート。イエーイ。これから1週間公職選挙法に守られて町を駆け回ってかき混ぜます。皆さん、生きてるのは楽しいです。生きてるのが楽しいというのが生き物です。この当たり前のことを実現しましょう。そのためにはやるべきことはただ一つです。子供を守ってください。子供を守りましょう。子供は生きています。大人は半分死んでます。半分死んでる大人を生き返らせるのは大変です。だから私たち大人ができることは生きている子供を守ることです。子供を守りましょう。皆さんお願いです。決して子供を叱らないでください。子供に余計なことを押し付けないでください。子供はちゃんと考えてます。大人は何にも考えてないです。余計なことしか考えてません。余計なことを考えたら余計なことをします。一番余計なことが戦争です。一番余計なことが環境破壊です。皆さん、朝から晩まで汗水垂らしてろくなことをしないので世の中が変になってます。皆さん、意味のあることをしてください。私たちができる一番意味のあることは何か、それは子供を守ることです。子供を守ったらどんな問題も解決します。子供を守るというのは学校に行かせることではありません。学校に行くのが嫌だと言ったら行かせないのが子供を守ることです。子供が嫌だと言ったらやらせない。子供が余計なことして人に叱られたら大人が謝る。それが子供を守るということです。そんなことをしたらろくでもない大人になると思われるかもしれませんが、現にそうやって育てられた大人がろくでもない大人になっています。だからそれはただの勘違いです。子供を第一に考え、子供の命を守るということが私たちの社会が生きていて楽しい社会になるために一番大事なことだと思います。私はそのことをずっといろんな形で本に書いたり訴えてきましたが、全然効き目がありません。なぜなら大人は聞く耳がないからです。でどうしたら伝わるだろうってずっと考えてましたが、一つの答えは音楽です。言っても聞かなくても聞いたら聞くみたいな。もっと効果があるのは一緒に演奏することなので、この選挙では天才バカボン音楽家セレブ教競争、
即興音楽の天才片岡雄介さんに参戦していただきました。片岡さんとデタラメ音楽を演奏するとみんな幸せになります。なんと素晴らしいことに、これ日頃こういうとこでやるとうるさいとか言って叱られるんですが、今日から1週間私うるさいと言って妨害する人は公職選挙法違反です。選挙妨害です。止められません。片岡さんと町中でライブをしていこうと思います。このライブは、単に音楽を演奏するではなく、楽器配ってみんなで演奏していただきます。試しにやってみようと思いますので、皆さん好きな楽器を取って鳴らしてみてください。特にお子様は最優先です。せっかくなのでもうちょっと大人が喜びそうなことは少しは言っておこうと思いますが、選挙に先駆けて 1ヶ月ぐらいしかなかったんですけども、いろいろ松山の抱えている問題を勉強しました。その結果、皆さんが求められている政策がいくつかあるのが分かったので発表します。1番、国保税を1万円下げます。年間1万円下げます。そんなことしたらお金なくなるじゃないかと思われるかもしれませんが、14億円積み立てたりので少なくとも私が市長をやっている4年間1万円下げられます。その後なくなったらどうするかというと、それは次の市長にお任せしますっていうか、正直言うと、制度が変わって、埼玉県の方に市から県に移行するので下手をするとですね、食べてる金持ってかれる恐れがあるんですね。だったら配っちゃおうという非常に合理的な政策です。ですからこれは森田さんは主張しておられないので、私に投票すると国保税が1人当たり年間1万円下がります。4人家族だったら4万円です。かける4年で16万円、たった1票で16万円、なんてお得なんでしょう。それから国保税、国民年金は、企業で働いてるから関係ないと思われる方もおられるかもしれませんが、退職すると国民年金です。75歳までは必ず引っかかります。この制度がどうなってるかは生活に直結するので、ぜひ真剣にお考えください。2番目、給食です。給食費有料になっております。滑川なんかでは無料になっております。なので、多くの若いご夫婦が松山に引っ越しようかな、滑川に引っ越しようかなと思うことですが、給食費ただ滑川行きますっていう人がたくさんいます。なので給食費無料にします。ただし滑川と違います。滑川の給食は松山と同じであんまり美味しくありません。だけどただだから文句言うなという引っ張れてきます。なので給食に関してもう一つの公約、美味しい給食を出します。なぜ美味しい給食を出すのか、それは美味しいものを食べて美味しいものとまずいものの見分けがつくというのが現代社会においては非常に重要な資源だからです。経済的資源だからです。私はイギリスに1年半ぐらい留学してたんですが、驚いたことにイギリス人はうまいものとまずいものの区別がつかないんです。彼の区別がつくのは食べたことがあるものと食べたことのないものだと言っても過言ではない。一方イタリア人とかフランス人は美味しいものとまずいものの区別がつきます。これが両者の、生活水準というか生活の質に大きな影響を与えるとともに、観光とかの資源に大きな違いが起きています。イギリスに行って美味しいものを食べようと思って旅行する人はいませんが、イタリア、フランスに行くと美味しいものを食べようと思ってみんな行きます。同じように日本は美味しいものを食べられる国だというふうに知られています。ですから子供にまずいものを食わせて味が分かんなくなると国が滅んでしまいます。現在の給食システムは報告の制度です。子供がご飯を美味しいものを食べて美味しいものを作り、美味しいものがどうやってできるのか、そういうことを理解して味が分かるようにすることが私たちが発展するための大事な資源です。ですから美味しい給食を無料で出します。
もちろん急にやろうとすると問題が大きいので、明日からいきなり美味しくするっていうのは無理ですが、給食費の方はすぐに不良にします。なぜか、そもそもかなりの家庭が払わないでいい免除を受けています。それから払わないといけないのに払わない人もいます。ここで無用な圧力が生まれています。しかも給食費を集めるのにすごい手間がかかります。昔は給食袋とかで先生が集めたりしてとんでもなかったんですが、まあ、今は引き落としだと聞いてますけど、いちいち引き落としの紙配るだけでも結構面倒くさいし、誰が払ってると払ってないチェックするとかっても膨大な事務が発生しています。でこんなコストをかけるぐらいだったら一網打尽、税金で取った方が楽です。だから給食費無償化とかいう言葉に騙されないでください。別に無償になるわけではないです。税金で取ります。給食費は税金で一網打尽にします。その代わり日本で一番おいしい給食を食べられるように頑張ります。他にもいっぱい考えたんですが、多分たくさん言ってもみんな分かんなくなるので、基本的にこの2つで押していこうと思います。ああいや僕がすぐおっとっと、はい、セーフ。しかし一番大事、あ、木内みどりさん登場されました。イエーイ、おはようございます。じゃあお願いします。まさかの展開で、私は赤い車イセッタでこの選挙をずっと東松山市を走ろうと、昨日渋谷からここまで自走してきたんですね。約60何キロで、とこ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 関越を60キロで走ってきました。調子良かったんですよ。その駐車場にいる時に、あれブレーキはちょっと変だなと思ったんです。でもそんなこと感じたくないから大丈夫大丈夫と思って、昨日ご飯食べて寝ました。朝さっきホテルを出て駐車場に出たら、ブレーキが効かない効かない、危ないなんて、もうサイドブレーキをうまく引きながらやっとそこの駐車場まで来たんですね。でどうもこれは重傷なので今 JAF を呼びつつあるんですが、この災いをどう転じるか、これが今の私の目下のあれなんですけれども、本人が笑ってるからきっと軽くクリアできると思います。走ってない車を想像していただくという感じで、ツイッターとかフェイスブックやってらっしゃる方いますか？はい、やってない方はやってる人に何が今起こってるのって聞いてください。ツイッターは早いのでどんどん情報がバーッといきますから、ぜひこの選挙期間中はツイッターおよびもうなんか人見さんの携帯に電話しちゃうとか、私の携帯に電話しちゃうとか、そのぐらい急いでみんなで連絡し合いましょう。先ほどねあそこのお母さんとお話ししたんですが、人見さんに勝ってもらわなきゃ絶対困るんだって、だから今日もねお仲間と一緒に来てくださったって。本当にねあちら陣営は年寄りばっかりだから、こちらは若い人を巻き込まないとねって言ってました。だから若い人がね、若い人が来るようにするためにはやっぱり何でも全部見せていく、隠さないってことだと思うんですよね。都合の悪いことも隠さない。だから私は何とかして赤い車で目立って安富歩みを印象つけようと思って来たんだけど、どうもその手は叶いませんので、次なる手を考えます。はい、私は木内みどりと言いまして女優です。今日放送の NHK 大河ドラマセゴドンに出てます。はい、見てください。ぜひ見てください。ありがとうございます。で、安富歩みさんはここまで人生を変えるほどの決意をしてここに立ってらっしゃいます。頑張りました。ここから先頑張るのは松山市民権をお持ちの皆さんです。松山市民権をお持ちの皆さんが本当にこの市長が欲しいかそうでもないのか決めるのは皆さんです。だから市民権を持っている友人、知人、親戚、同僚、過去の恋人とか、なんかこうありとあらゆる市民権を持っている人に電話をかけるとか会いに行くとかして、7日までですから、7日まで、7日までにできること全部やってください。8日過ぎたらもう何もできません。8日過ぎたらもう結果が出るのみなので、たとえどういう結果になろうがこの方は傷つきもしないし、素晴らしい人生を歩まれると思います。私もこういう選挙運動をやって、そんなあなたはどういうつもりなのっていう人もいます。でも私はやりたくて、この人が政治家になっていくとか、この方が思ってらっしゃる展開をするってことが私本当に大事だと思っているので、押しかけ応援なんです。一度も頼まれていません。
でもやっぱりそれがね、大事だと思うんですね。選挙というと何か頼まれたとか、どう会社の都合でとか、そういう建前ばっかりで投票してきませんでしたか。だけど投票するところになったら、この囲いに囲われているので、誰の名前を書いても誰も見ないんです。だからあちら陣営、あ、そうですね、やっぱりね、現職ですものね、経験がありますものねと言っといて、書くときに安富歩美って書けばいいだけのことなんです。ぜひぜひよろしくお願いします。皆さんも工夫して楽しんでください。ありがとうございます。あ、危ない。先ほどから気になってると思いますが、スピーカーが、これは片岡祐介さんが昨日作った、純セレブスピーカー、メイヤー1号、はい、これは片岡さんの音響理論に基づいて、作られています。普通のスピーカーと違うのは段ボールに入っていることです。中には紙ゴミとかが詰まっています。聞いていただいたら分かると思いますが、非常に音がいいです。なぜいいのかっていうと、箱に入ってないからです。木の箱に入って響かせると余計な響きが発生して変な音になります。だから片岡さんはこれを段ボールに詰めて、紙ゴミとかを詰めると、お互いに打ち消し合って余計な響きを生まないで、綺麗な、歪みのないクリアな音が出るっていうことを発見されました。それで、先月あたりから、大量生産していて、試行錯誤を経てですね、これはスバルの自動車のカーステレオで、新しい車買った時にもっといいのに取り替えていらなくなったスピーカーをもらってきました。このカーステのスピーカーユニットで段ボールに詰めるとこんな綺麗な音がします。かかった費用はケーブル代だけです。皆さん、一体どんな高いスピーカー家にあるんですか。私もカンノイというイギリスの有名なスピーカー持ってます。聞き比べてみて、今度壊すことにしました。このスピーカーユニット取り出して段ボールに詰める決意をしたんですけど、あれ騙されてるんですね。恐ろしいことに、高いお金出して立派なスピーカー買ったらいい音がすると私も信じてたんですが、先月その信念が打ち破られました。これで段ボールに詰めた方がいい音がする。世の中こんなことばかりなんだ。こうこうこうするのが当たり前だ、こうこうこうするのにいいに決まってるっていうことで、日常生活を全て私たちは作っていますが、このスピーカーなどという、結構お金もかかるし、聞いたら分かるものがこれだけインチキでできてるっていう驚くべき事実。これを直面したらですね、他の何もかもがもしかしてインチキでできてるんじゃないだろうかと思われるかもしれませんが、その通りです。学校行ったら賢くなる、嘘です。学校行ってもバカになるだけです。お金をたくさん稼いだら幸せになる、嘘です。お金たくさんかかると大抵の人は不幸になります。お金持ちいっぱい知ってますが、木内さん除いて全員不幸そうです。じゃあ何が大事なのか、何が大事なのか。人間は一種の猿なので、哺乳類なので、生き物なので、やったら楽しいことは決まってます。食う、寝る、遊ぶ、この3つです。よく食べて、よく寝て、よく遊ぶ、これ以外に人間が目指すべきことなんかありません。それ以外は全部余計なことです。もちろんご飯が食べられないといえば何とかしないといけませんし、寝るところがないといえば何とかしないといけないし、遊んでる余裕がないっていうのはなれば遊べません。だけどそれは食う寝る遊ぶを実現するためにやるべきことなのであって、食う寝る遊ぶを犠牲にしてやるなんていうバカなことをやったら不幸になるに決まってます。こんな単純明快な
ことが明らかだというのに、しかもこの松山という非常に自然に豊かでのんびりとしたところでアクセスして何の意味があるんでしょうか。皆さん、東京の生活は地獄です。例えば埼玉から和光を通って池袋とか近づいて練馬とか板橋あたりに入ってください。埼玉の県と東京の境を越えた瞬間に家が小さくなり、道が細くなり、空気が悪くなります。なぜか、東京都民でいたいからです。東京都民でいるために高い家賃払って狭いところに住んで、みんな我慢するんですね。で、100メートル向こうに埼玉県があって、そこはもう道が広くなってるのに、みんな命がけで板橋とか池袋とかに住みます。なぜか、東京に住んだら幸せになると思ってるんです。自分は不幸でも子供を山手線の内側に送り込んだら幸せになると思ってます。嘘です。私は山手線の内側の文京区の本郷にある東京大学キャンパスで働いていますが、東大にいる人はみんな不幸です。めっちゃ辛そうです。もっと上へ行けば、もっと幸せ、今は辛いかもしれないけど、もっと上に行けば幸せになるんじゃないか、もっと上に行けば幸せになるんじゃないかと思っておられる方は、私が自信を持ってお知らせしますが、嘘です。上に行けば行くほど不幸になります。皆さん、テレビで最近何をご覧になっていますか。東大を出て難しい国家公務員試験を突破して、厳しい出世競争を勝ち抜いて、頑張って頑張って頑張った人がわけのわからん嘘をつかされて仕事クビになったりしています。あの方々が幸福だと思う人は手を挙げてください。いないですね。あれは特殊な例ではなくて普通のことです。あれがエリートの仕事です。そんなものを目指して子供に圧力かけて苦しめて何の意味があるでしょうか。ないです。子供を破壊して不幸にするだけです。それと片岡さんと比べてください。この人と佐川さんと比べてください。どっちが楽しそうですか。こっちの方が楽しそうです。片岡さんは固定給もない。だけど毎日音楽だけして暮らしています。片岡さんのことを私は純セレブと呼んでいますが、普通のセレブはお金があったり地位があったり有名だったりしないとセレブでいられないんですが、片岡さんは存在そのものがセレブなので純セレブだと、純粋にセレブであるというふうに言って純セレブと呼んでいますが、例えば皆さん、松山の子供たちがみんなこんな風になったらどうでしょう。ものすごく楽しい街になると思います。そしておそらく世界中から人が集まってきます。ここに住んで1年しか経っていませんが、例えば東京だと自動車は停止点ギリギリに止まりますが、松山の人は後ろ3メートルぐらい止まったり2メートルぐらい前に出たりとか自由にやっています。大変素晴らしいことだと思うので、もっと自由に、もっと気楽に、そういうふうに暮らせば、そしてその自由でのんきな暮らしを子供に学べば、私たちの社会は光り輝くこと間違いないと思います。それだけの資源がこの町にはあります。資源というのは何か。私は毎日ツイッターで松山を歩いたりしてアップしてますが、東京の人はみんな羨ましがります。一番羨ましいのは空です。
松山の空は美しい。特に夕焼けは毎晩絶景です。高村光太郎が詩で書いたように、千恵子は言った。東京には空がないという、本当の空が見たいという。あれは千恵子だけではなくて、東京都民は全員そう思っている。空が見たい、本当の空が見たい。そしてそのまま死んでいきます。松山の皆さんは毎日本当の空を見ています。なんという贅沢でしょう。松山には緑があります。松山には川があります。松山には歴史があります。松山には文化があります。松山にはのんきな人がいます。のんきなくせに頑張ったりしているので具合が悪くなっていますが、頑張るのさえやめれば完璧です。こういった全てのものが揃っている松山が力を抜けば、その瞬間にクーネル遊ぶが出現します。ですから別に誰が必要になってもいいので、そんなことはまあどうでもいいことです。皆さんがどうでもいいことのために命を削って頑張るか、どうでもいいことはやめて意味のあることをするか、それだけです。実は選挙なんか関係ありません。誰が市長になったって同じだ。皆さんそう思ってると思いますが、同じです。なぜかシステムがあるからです。制度があるからです。構造があるんです。私が市長になったからって急に変わるとか期待しないでください。だって予算の立件は全部決まってます。仕事の仕方も全部法律で決まってます。条例だなんだ山のようにあるんで、誰がやったって戦艦大和は同じ方向に動いていきます。急に変わりません。そんなことで世の中が変わるという幻想は捨ててください。世の中は皆さんの生活でできています。お一人お一人の生活が集まって社会ができています。社会を変える唯一の方法は皆さんが暮らしを変えるっていうことです。毎日毎日感じている余計なことをやめるということです。そして楽しいことをするということです。そして子供を守るということです。その暮らし方が変わったら、誰が市長になろうと言ったってもう動かないです。戦艦大和は止まってしまいます。私が市長になろうと思ったのは、皆さんの感じ方とか暮らし方が変わるようにしたいと思ったからですが、それは姿勢を変えるとかではなくて、市長のくせに遅刻するとか、市長のくせに働かないとか、市長のくせにどっか行っちゃうとか、そういうことをしようと思っています。子供が学校に遅刻して先生に何で遅れてきたんだと叱られたら、だって市長さんも遅れてるよ。子供がそういうふうに言い訳できるようにしたいと思います。そうやってネジを緩めれば戦艦大和は沈んでしまいます。そして皆さん一人一人で自由に海を泳ぎましょう。海は広いです。どこまでも果てしなく好きなように泳いでいくという力が私たち人間という猿にはあります。どうもありがとうございます。でこれから1週間かき混ぜていきます。よろしくお願いします。片岡雄介。知らない方ありがとうございます。ちょっとじゃあプラプラして、あと高さがいってやって、2時ぐらいになんと、プロの珍道屋さんが来ます。珍道屋さんといってもカーネギーホールで演奏したような方です。珍道アーティストが来て2時間この辺りで
珍道をやりますので、ぜひお集まりください。イエーイください。今からベルタケ書き換えます。レベルタケ、いやこのレベルの高さにですねついていけない、市民団体母のおっさんたちが怒ってるって噂も聞いたんですけど、非常に痛快ですね、このレベルの高さという。頭いいよね、この人って頭いいんだよね、東大卒の人、東大の教授になってる人って。頭いい、それは当たり前なんだけど、頭いいし、あれが専門なんだろうし。東大なんだ、安友さんは。東大を教えてる。誰か演説したい方言っとるよ。誰か演説したい方言っとるよ。いやー、レベル高いね、これ。これなかなかジョインするのはね。よく江口さんやってるよな。それから、いろいろ一緒にさんがネット上で発信されている言葉を一つ聞いていると、本当に私の相談が出ているのがたくさんあって、私の3人の息子がいます。今日もうすぐ孫が来るということで、この席を離れなきゃいけないのがなぜかですが、孫がいます。本当に子供を守るということが大事だと思っています。私は、カウンセラーとしての仕事を検討していますので、その中で本当に孫子だったりとか、他の人も育ったりとか、いっぱいいっぱい苦しんでいる子たちがいることもしています。本当に子供を守るということで今起きている事件もそうですけれども、もうはね、受験にしは寄せてやりすぎなんだよ。数字だ、数だ、政策だ。こんなにまともで理念の政策ないですね。まともに受け取られるのに。僕は、あれこの社会の壁だよね。私も音楽をやったり演劇をやったりしています。音楽すごくイギリスのテーマが高いので、イギリスの際が全国に30人のうち2人ぐらい取っちゃうんだよね。その時にも本当にここでみんながつながることを感じていて、音楽とか演劇とかそういった芸術っていうのは人の心をつなげてとっても癒やすっていうことを実感しています。震災後に大きなミュージカルに出ましたけれども、その時にも震災直後でやるかやらないかを迷った時に、震災後にやると決めたとき、お客様は本当に集まらなかったんですけども、無料でチケットを配るようにして、たくさん来ていただいた時に、毎日時間がニュースに流れる中で、この希望があるニュースを見入れて、本当にエネルギーをもらえたら、明日から頑張りますということを、たくさんに、15年によった、歌舞伎美術館で、動物席を見ました。それは小さい時のものです。それを見てくださった方が、実は私と日本人として自分は生きていてはいけないと思ったけれども、この朗読劇を見たから、明日から私も亡くなった息子のために聞きますって言ってくれました。そんなふうに息子様が言ってるよう、
元気になれば、そこから大きなエネルギーが起きるんじゃないかなと、私はとても感じている。本当、私は一市民でこんなことに喋るような人間ではないんですけれども、たまたまこの隙間の時間でマイクを渡されてしまったり、ちょっと熱く出てしまいましたが、本当に自分の子供を持ち、市民でもあり、いろんな人を誘っている人として、何か大きな風が吹いたら、幸せだなと、楽しいなと思っています。私自身もワクワクしてみようっていう音楽を YouTube で始めてますけれども、ワクワクするっていうことが一番大きなエネルギーになると口にしています。ワクワクしたところにいろんなことが起きて、街が楽しくなれば、こんなことしなくちゃいけないっていうじゃなくて、こんなふうにしたら楽しくなって、みんながここにエネルギーを集中して、大きなエネルギーが起きて、新しいことが始まると思っています。こんなもんでいいでしょうか。ありがとうございました。私はやっとみあゆみさんのですね、運動員として、では、はつみと申します。本当はマイクをどうしようかなと思ったんですが、やっぱり聞いてですね、お話ししたいと思います。というのは、私は36年間この東松山市役所で仕事をしてまいりました。その中でですね、森田市長と私の関係について少しお話ししたいと思います。私は現職の時に今の森田市長を訴えました。なぜ訴えたか。あの人はパワハラを行ったんです。私が松山市民活動センターにおりまして、市の市長さんがの関係のですね、お手伝いを、事務局としてですね、やってみました。ここで懇親会の時にですね、私がこれから伊藤市をしていただいた市長さんよりご挨拶をいたしますということでマイクを渡しました。そうしましたら、何と言ったのか。来年の4月には優秀な職員をここに配置しますからというふうに言いました。私はもう眠れなくなっちゃうんですね。私の父親も30年間この東松山市で職員として終わりました。私の弟も今3期目の東松山市議会議員としてやっております。そういう方にですね、気持ちの冷たい人にこの東松山市政を任せられるとかできるでしょうか。ただ私はそのことでですね、この松山さんと一緒にこの選挙戦を戦いたいというふうに思いました。ぜひ東松山市を変えてもらいたい、皆さんの力で変えてもらいたい、私たちと一緒に変えてもらいたいと思います。どうぞ一人でもですね、夏美さん今の話聞きました。子供を大切にしよう、そういう思い一点でですね、この松山を変えたいと、変えることができるそうだと思います。よろしくお願いします。それからもう一つ、今の森田市長はですね、自分の子供を東松山消防署に入れました。でも消費者のものは作るんだ。これはですね、どういうことかと言いますと、年齢制限が募集にあったんですね。ところが急遽はっきり分からないでですね、年齢制限を上げたんです。そしてこの翌年また年齢制限を下げました。私は消防署に行って書類を見て参りました。年齢を上げた理由も何もありません。本当に私利私欲、町の総裁さんに一生懸命仕事してます。それで、ね、あちこち企業を連れてきた、そういう中でですね、私たちの生活が少し変わりましたか。あんまり変わらない。逆にですね、私の近くの百穴のですね、ここなんですけども、あそこに大きな倉庫が建ちました。せっかくの綺麗な、ね、素晴らしい景観が
そうなりました。春原ないに限らず、そのパンフみたいな、ルーフみたいな、どん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 ネットに上がったりしません。やってしまうんです。そうですね。やっぱり、もっともっと、高速線上。開かれたらですね、OK です。申請を求めたいというふうに思います。上げてもらえるとなんかいろいろちょっと突然でですね、ちょっと自分も、まあ、興奮してしまいましてですね、マイクを握ってしまいましたけれども、ぜひ、そんな人には、申請は間違いない。このマイクが本当に東松山中のですね、それで決めたらいいなと思いますけれども、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。調子を張れば配れるものがあるけど、調子を張ってないです。1万6000枚富士山にちょっと持って帰るって言ってたけど、1万6000だからね、毎週的に言えば大したことないから、誰か言ってられる人は業場がないです。事務所がないです。ちょっと無理かなって気がするので、あらしたら伝えてくださいそしたら判定しますよろしくお願いします。ありがとうございます。でも本当にそうやって意見を表明するとか感情を表現するってのはとっても大事なことだと思うんですね。それを受け止められるかどうかっていうのがその人の努力、その人の能力だと思うので、多分私もろくでもないことはいっぱいすると思いますが、皆さんが何か返ってきた時にそれに、あ、そうかなと思って変えられるような人間でいたいと思いますが、あらかじめ言いますが、それはとっても難しいことです。ありがとうございます。どうもこんにちは、岩垣県から、応援に来ました。岩垣県なので東松山市民ではないので、あまり宗教とか全くいられないんですけど、里見さんの子供を大事にするっていうのはすごく大切なことだと思います。なんで大切なのか、子供を大切にするって未来を大切にすることだと思うんですよ。じゃあ大人に未来がないのかって言ったら、大人にも未来があるんですよ、ね、だから本当に子供って本当すごくいろいろ悩みを抱えていて、普段のその子供と遊んでるんですよ。いろんなことで悩みが多くて、なんで悩みが多いですかって言ったら、身近なところで言うと一日宿題がいっぱい出されるとかですね、あとはですね、男の子がなんだけど、男の子が好きになった時にそれが言えなくて苦しむとかですね、障害があってさ、でその障害でいろいろ言われて悩んでるんですよ。で、なんかこう、もう死んだ方がいいかなとかさ、生きてて意味があるんだろうかとかさ、小学生のうちから悩まなあかんのですよ。それさ、私も大人なんだけど、そういう自分たち大人がさ、そのままにしてきてしまったたくさんのさ、ことで子供を苦しめてるんですよね。だから、これからの子供がちょっとでも苦しまなくていいように、大人が自分を大切にして自由に生きていくことってすごく大切なんだと思うんですよ。刑務所に入ってる人殺した人とかさ、いろんな人とも会ってきました。みんな自分のことがろくでもない人間だと思ってるんですよ。それは人を殺したからさ、ろくでもない人間やって言われるし、いるんやろうけど、でもちゃんと日本の法律でちゃんと罰せられて刑務所に入ってるんです。で刑務所の中では反省とかできないシステムなので、やっぱし出て行って再犯を犯すんですけども、大体ね、早い人では出てすぐ数週間で戻ってくる人とかですね、早っとかいう感じですね出たんちゃうんかいとか。ほんで結局さ、なんで出て戻ってくるのかなと思ったら、やっぱシャバコ、普通の社会が怖いんですよ。恐ろしいんですよ。覚醒剤中毒の人とか、もう刑務所に痛くて痛くてしょうがないっていう人も、若者もいてですね、シャバ出るのが怖いんですよ。この怖いのがシャバなんですね。だから、なんでやってたの、
本当にこうちょっと外れてるんちゃうか、お前そこがあかんのちゃうかとかさ、あんたここあかんやろとかさ、まあ、ダメ出ししたりとか、ちょっと外れてる人をさ、何あの人とか言うてさ、こう外していって外していっていう社会があるから、怖くて怖くて生きられないんですよ。みんな生きやすいですか？今生きやすい人います？生きやすい、22歳みたいな、生きやすいのかな。でも楽しく生きることでちょっとでも生きやすくは変えていけると思うんですよ。そのためにあの子供とつながってて直接あのつながる必要もないんやけど、あの今生きてる若い人をさ大事にして、100年後とかさ1000年後こんなんずっと続けていったらさ終わりますよ。みんな刑務所に入りますよ。ああやっぱ刑務所の方がいいなっていう社会と、この今生きてるこの社会が素晴らしい社会とどっちがいいですかねっていうことなんですよ。まずやっぱ この今生きてるこの社会が素晴らしい社会の方がいいと思います。そしたら子供も悩まなくていいと思います。そのためには大人が楽しく生きてたらさ、宿題せんでええよとかさ、やめたらええやんとか、あの宿題で悩んでる子供にそんなんやめとったらええやん、校長先生に文句言ったろかって言ったら言わんでくれってあの怒られましたけど、やっぱそうやってあの言ったら何か言われんとちゃうかっていう圧力もやっぱあるから言えないんですよね。だから本当にこう自由に大人がどんどん自分が自由になって、自分を大切にあの思えるような生き方をみんながしてくれたら、もっともっと社会は良くなると思います。だからあのみんな素晴らしいの、みんな天才です、みんな素晴らしいんですよ。自分は素晴らしいと思いますよね。素晴らしいです、もう素晴らしいんです。あのどんな人だって素晴らしいんですよ、どんな人だって天才なんですよ。でもそれを邪魔するのがいっぱいあるんです。そのあお前アホちゃうかとかさ、お前あの大したことないとかいう余計なことを言う人がいっぱいいて、それをあのそんなんで騙される必要はありません。一切騙される必要はありません。みんな素晴らしいんです、みんな天才なんです。だから自由に生きれるんですよ、何でも何でもできるんですよ。ただあの人をねあのやっぱ殺したり傷つけたりしたらあかんけど、それ以外は何でもしていいんですよ本当にね。だからもっと自由にねあのやっていければ素晴らしいと思ってあの思っております。はい、どうもありがとうございました。素晴らしい。素晴らしい、本当に素晴らしいお話ありがとうございました。しかもわざわざどこから、宮崎ってちょっと遠いですよね。近いっちゃ近い。本当にありがとうございます。いやそれにあの私いつも思うんですね、あの中学生や高校生の時やっぱりと自殺とか無差別殺人の衝動にやっぱりいつも苦しんでいたので、でいつもあのああいう恐ろしい事件を見るたびにですね思うのは、本当にやらなくてよかったって思います。それはなんでやらなかったのかっていうと、たまたま手元にライフルがなかったとか、たまたま武器がなかったとか、たまたま友達がいたとか、何かきっかけがあって何度も何度も訪れた自殺とか無差別殺人の衝動に巻き込まれずにここまで来た、その青少年期を乗り越えられたんですけど、それは私が立派な人間だったからではなくて、本当たまたまだと思っています。で子供がそんな風にですね思ったりするのって全く意味がないので、子供が苦しむとかそういう意味のわからないことは何一つ起こしてはいけないと思うんです。やっぱり宿題なんかやったって賢くなるはずがないんですね。そもそも学校に行っても大して賢くならないのに、さらに家帰ってなんかいやいや勉強して何か頭良くなるとかありえないと思うんで、できたらですね公約にはできないんだけど宿題なくしたいなと思います。少なくともですね理不尽な量の宿題を出すのは、やめてくれっていうふうに先生方にお願いしたいと思います。次誰かどなたかおられませんでしょう。今何時ですか？10時14分。もうちょっとやろうと思ってた。じゃあ江口さん、ダメ？江口さんじゃあお願いします。もう帰っちゃうし。業務連絡しそうで怖い。皆さんこんにちは。本当に暑いですね。
どうぞよろしくお願いいたします。神奈川県の平塚市というところで市議会議員をしています江口智子と申します。今回のこの選挙を安富さんと一緒に楽しんでやれればなと思っています。どうぞ皆さんも一緒に1週間を作っていただければと思っていますのでよろしくお願いいたします。安富さん本当に絵が上手ですね。私誰かがこう演説をして普通第一声っていろんな議員が来ていろんな首長さんが来てみんながお話ししてそれを偉い人が聞くみたいな形の第一声の回が多いんですけど本当はみんなが喋ってもらうという方がよくって今そうやって宮崎からいらした方も他の方も喋ってくださってこういうことを1週間いろんな場所でできるといいなというふうに思います。で単に喋るだけだとどうしても華やかさに欠けますので片岡さんですとかいらっしゃる音楽家の皆さんと一緒に賑やかに回っていければというふうに思います。私は安富さんと2012年からお付き合いをさせていただいています。ネット友達というと今風ですが私最初に安富さん の東大和法についてとハラスメントは連鎖するという本の2冊を読みましてその感想をツイッターに上げたら安富さん豆なんですよね。3時間後ぐらいにエゴサーチって分かります？自分の名前を入れて検索をして自分について何を誰が書いてるかっていうのを検索することですが多分それをなさってすぐに連絡をくださって会ったこともないのに東大の大学院でお話ししませんかっていうふうに授業に来てゲストスピーカーとして話しませんかと言っていただいたのが最初のご縁です。私はその安富さんの本を読んで当時私はがんの療養をしている最中でした。で抗がん剤を使っていたんだけれども副作用が強くて使い切れなくってやめてしまった時が2012年でその時に安富さんの本に出会って安富さんの本はがん患者こそが読むべき本だということをツイッターに上げて安富さんはそれを検索してがん患者がなぜ安富さんの本を読むべきかと考えたかという話を東大の大学院でしたことがございました。がん患者がなぜ安富さんの本が効果があるかそれしかも抗がん剤よりもと思ったか、すでにその時抗がん剤をやめていたので安富さんの本を一つの手がかりにして療養を始めていたわけですが私安富さんの本を読んでいて東大和法を話す人たちの東大的思考というのががん患者ががんになる時のその思考にすごく似てるなというふうに思いました。一つは東大和法を使う東大思考の人たちは辛いというのをまず辛いと感じない頑張っている時には本当は辛いけどそれは絶対に辛いと言わないでそれを自分の頑張りの成果だと思ってただひたすら歩んでいく時に自分の感覚と自分の言葉がずれていくんだとそのことがいかに人生を混乱させるかということが書いてあって私は当時頑張るということが今日頑張ろうとかいうのが自分の口癖になっていたものですからハッとさせられました。頑張って実は頑張っているつもりなんだけれども自分の心身を病んでついに乳がんでしたけれども末期がんの手前まで悪くしていてなかなかお医者さんの手でもどうしたもんかというところまで行っていたわけですけれどもつまりがんを作ったのは私自身で私自身が変わればがんは自分から離れていくんだということを安富さんのその話の中で本の中でがん患者の思考と東大和法を駆使するそれこそその原発事故の後でしたから爆破弁が作動したと言って爆発している事故現場を福島第一原子力発電所のそれをテレビの画面で見たときに官僚っていうのは一体どうしてそういう爆発してるじゃないかと言ってもそれを爆発してると言わないそういう言葉の使い方というのは実は人間は正直な生き物だから体の中も病んでいくんだということをその本の中で理解してそれは実は私も同じなんだというふうに思いました。
そういうふうに安富さんの本を自分なりに理解をして、それを手がかりに自分の生活を変えるということをやってきています。でも2018年この夏の6月、今日6月が終わって7月1日ですが、私ががんになってもう7年経ちまして、8年目になりますけれども、こうやって安富さんのこのメッセージを改めて公約でまとめておられるのを見ると、いろんな人がこれを読むことによって、それぞれの人が手がかりに自分たちの生活を、あれちょっと待ってと見直すきっかけにもなるんじゃないかというふうに思っています。でそれは安富さんのメッセージが普遍的だということもありますが、東大和法を使わないように努力をなさって、なるべく分かりやすく今もメッセージを発信なさっていましたが、そうやって東松山のあちこちを安富さんの目で見たことを安富さんが考えてお話しなさって、だけどそれは音楽と一緒に乗せてということを街のあちこちでやっていただくと、本当にそれを聞いた人が、あ、これはただことじゃないぞと思って、それを隣の人にお家に帰って、なんかすごいもん見ちゃったというふうに伝えていただくと、街の中に選挙が実は一人一人の中に落ちていって、それが水平展開して広がっていくというふうに願っています。でそれが可能だというふうに、さっきの安富さんの話を聞いて皆さんも思ったとおられ思います。こうやって駅の前にいると、やっぱり全く選挙があることをご存じない方も大勢いらっしゃると思います。で選挙があるんです、行ってくださいということではなくって、子どもを大事にしましょうというメッセージを発信する安富さんのメッセージ自体に触れていただいて、そのことを実現するためには、そうか選挙という手段があるのかというふうに、選挙の受け止め方も変わるというのが今回の安富さんの挑戦なんじゃないかなというふうに思っています。選挙カーの看板に絵を描きたいんですけどって私安富さんに言われて、いやまたなんだなんだというふうに思いましたが、実は選挙カーの看板というのは何を書いても法的に問題はありません。大きな声じゃ言えませんが、相手候補の悪口を書いたって何の問題もない。そうなんです。ですが今こうやって安富さんが看板をその白い紙に覆われているのを剥がして何を書くのかなというふうに思いましたが、さっきのお話にあったように、東松山の本当に美しい夕日と、安富先生が隣の滑川町というところにホースセラピーの牧場がございまして、そこに乗りに行っておられますが、その馬の景色も多分重ね合わせて書いておられるんだというふうに思います。今回のこの選挙は選挙カーでも回りますが、合わせて明日から月水金は滑川町からマロさんっていうどさんこがやってきて、実はそのどさんこは私の2015年の選挙の時にも一緒に回ってもらったんです。もう本当にありがたいことに、週刊金曜日さんが6月29日号に安富さんの記事の中に私のことも書いてくださいましたが、月水金の午後2時から、5時ぐらいまでの間の3時間は大間さんと一緒に安富さんが街を練り歩くということをしたいと思っていますので、馬が見たい人はどうぞというふうにツイッターで呼びかけていただいたり、また周りに声をかけていただくといいかなというふうに思います。どうぞ一言感想を。私これすごくいいと思います。なんかめちゃくちゃ上手で嫉妬しちゃう。ありがとうございます。江口さんは、4期、今4期目市議を務められていて、2位トップトップトップとめちゃくちゃ選挙に強い方で、なので選挙参謀をお願いしました。その念力でトップに立ったらいいんですが、最後の選挙は、馬を実は選挙カーなし、事務所なし、馬だけっていうほとんど誰にも聞こえない選挙に立てられたんですが、馬を連れていくとですね、勝手に人が集まってきて、自民党の
お友達の候補者が来たらですね、事務所にどうもよろしくお願いします、島田さん頑張ってくださいよろしくお願いいたします。ヤストミさんのご出演ありがとうございます。共に共に頑張りましょう。島田でございます。事務所に帰ってきたら運動員の方にですね、江口さんどこいるんですかって聞かれて、知らねえよ、駅かどこかいるんじゃないのとか言って聞かれて、運動員がそそくそと馬見に行ったっていうぐらいですね、人を引きつける力があって、馬が来るとですね空気が一変します。ぜひその様子をですね見ていただきたいと。でそれで江口さんは結局ですね一票差で、当選されて、あのトップになられたんですけど、その相手の自民党議員の実は票数一緒だったんだけど、その自民党さんに入れた投票紙に頑張れって書いてあって無効票になって一票差で勝ったっていう、いかに頑張るのが意味がないかっていう非常に重要なエピソードを生み出されました。あ、島田さんが来られましたので、島田さんどうも、はじめまして、安富と申します。お疲れ様です。ちょっとこちらにどうぞ。島田さんです、はじめまして、どうもよろしくお願いいたします。ご挨拶されますか。いいですか。すいません、安富亜美様の大ファンであります島田でございます。たまたまですね皆様のところに顔させて誠に光栄でございます。私のこの東松山に住んで今まで早56年、いや59年ですか、あっという間の還暦を迎えますが、安富先生こそですねこの東松山を変えてくださる、そういう方と私も信じております。私はもう福祉一つでこれを皆様にリーフレット見ていただいてると思いますが、私の信念は、単に障害者を落とし入れただけでなく、動物からお年寄り、すべての人たちが幸せにできることを願って、動物の保護をしたりですね、また飼育のできない方のために自分で育て親とかいうか里親探しをしたり、またお年寄りについては病院に連れて行ってあげたいですね、いろんな信念を持ってやっております。この次につきましては安富亜美様ともども私の信念と共通しますんで、皆様、あたたない私は市議会議員候補でございますけれども、ぜひとも安富亜美様にはですね市長になっていただき、また新しい町づくり、この東松山市政を繁栄を心からご記念申し上げ、突然お邪魔いたしましたけれども御礼の言葉をさせます。どうぞ頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。今初めてお目にかかったんですけど、ありがとうございます、ぜひよろしくお願いします。ありがとう、今チラシは見てたんですけど。はい、あ、じゃハサミ、ハサミ、すいません、誰かハサミ持ってないですか。コンビニや、コンビニに買いに行った方が早いかな。あ、風船、木内さんが風船を持ってくださいました。素晴らしい。あと、ハサミありました。ハサミありました。お子様、この風船いらない？風船いらない？風船あるよ。皆さん、風船いりませんか？女優の木内みどりさんが風船を膨らませてくださっています。風船いりませんか？あげたらダメだって。あ、これ開けちゃいけないんだ。あ、そうだそうだ。風船をプレゼントすると選挙違反だそうです。知りませんでした。買収です。どうしたらいいの。見せるだけ。嫌がらせじゃないの。嫌がらせだろ。勝手に持って帰るの。風船に絵を描いてください。皆さん風船に絵描いてください。風船あげたらそう選挙違反なんだ。強要になるでしょ。失礼いたしました。風船あげません。風船をあげません。返してもらえるか。返してください。使ったら返してください。お貸しします。拾った場合は大丈夫。拾ったら大丈夫。拾ったら大丈夫。あ、アコーディオンが。とりあえず絵ができました。でももう片面あるので、これは、高さがいって続きを描こうと思います。とりあえず、疲れてきたので、一回、はい、すいません。ちょっと疲れてきたところで、実はこの選挙を本当にきちんと作り込んでくださっているのが地元の共産党の蓮見議員さんです。
こちらに来てくださっています。蓮見さんからもぜひ一言いただきたいというふうに思います。どうぞよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。日本共産党市東松山市議会議員の蓮見隆と申します。安富さんと私も呼ばさせていただきます。安富さんと私が初めて、出会ってまだそうですね3週間ぐらいしか経ってないんじゃないかと思います。でその間実は私は、10年前に、発足しました市民のための市政を作る会という会で、まあ、事務局長のような役に就かせていただいています。市民のための市政を作る会っていうのは日本共産党、まあ、党としては日本共産党だけなんですが、全部で7この車よ、この車楽しいけど、この車は移設と言いまして、これで東松山市内を進出鬼没に走り回ろうと私はしていたんですが、昨日の高速道路70キロが応えたらしくアウトになってしまいました。でもこれも何か意味があるんだと思います。皆さんメリー焼き付けてください。伊勢田と言います。前に扉が開いて2人乗りです。撮影のチャンス、撮影のチャンスです。本当にナンバーだけ映さないでくださいね。そりゃそうだ。これであのごめんなさいね、あのジャスの岸さんが手伝ってくださいましたとありがとうございました。この車でね松山市内はあっちこっち走りたかったんですが本当に残念でしたが、まあでもあちょっとお役に立てたかなという感じです。はい、ありがとうございます。はい、やっぱりちょっとキャッチーですよね、こういう車があるとね。何やれってこと。はい、はい、では蓮見さんちょっと待っててくださいね。今はこれから手術に向かう車さんのお見送りに専念しましょう。あの車のお見送りに専念しましょうというアナウンスをしていましたが、いってらっしゃい、ありがとうございます。いやなんて可愛い車なんでしょうね。キュウさん、あれもちろん冷房はないんですよね。ありませんよ。あ、すごいですね。だから根性を決めて、はい、もう暑かろうが日がさそうが脱水症状にならないことだけを覚悟して7日間走り抜けようと思っていたんですよ。まあね、でもきっとなんかね、なんかのお知らせなんですよね。この方本当に危なかったんです。そうなの、シャレにならないから本当で、それで私が事故って死んだりなんかした、アウトだからね。え、幸先悪くて。そうですね、車が熱中症になる前に持ってってもらって、はい、ありがとうございます。それでは蓮見さん、改めまして中断してしまって申し訳ございません。あの蓮見議員からお話お願いいたします。お願いします。はい、続けさせていただきます。私はですね、そういう意味では、まあ、市民団体の皆さんと一緒に、東松山の政策を作ってきました。私がですね、ちょっと自分で誇らしいと思うのは、東松山市のですね、小中学校の普通教室のエアコンをですね、3年がかりで
実現したというのがちょっと嬉しいかなと思います。3年間私は、小中学校のですね、普通教室で勉強している子どもさんたちがエアコンがないところで頑張っている。それで私質問したんです。学校の教室の気温は何度ですか。なんて答えが出てきたと思います。測っていません。これって学校施設法違反ですよね。だって28度以下でないといけないんですよ、夏はね。それが次の年ですね、測りますということで次の年測ってもらったんです。でまた聞きました。最高気温は何度ですか。40度ですという答弁がありました。はい、子どもたちは40度の教室の中で勉強しているんです。だけど市長さんや教育長さんはエアコンの効いた部屋で仕事やっているんです。私は言いました。率先垂範、つまり見習えということであればエアコンを消したらどうだ。子どもたちと一緒に暑い部屋の中で仕事をしたらどうだ。消すとは絶対言いませんでしたね。で次の年私もう一回やりました。そしたらね、つけないとは言っていないっていう答弁がありました。で、4年目の次の年ですね、安倍政権ができて、12月だったですか、15ヶ月というねすごい補正、国家予算ができました。でそのおかげでですね、東松山市は2万7000円しか負担してなくて、ほとんど国費で、普通教室すべてにエアコンをつけることができました。そういう、仕事をですね、私は、やってきてですね、子どもたちが今本当に涼しい環境の中でね勉強しているっていうことが私にはとっても嬉しいんです。私はですね、いろいろと市政を、巡って現職の市長とですね、やり合ってきました。一番印象的なのは今の現職の市長が、自衛隊にですね市職員を体験入隊させたっていうのがありました。で私がそれをですね明らかにして一般質問でそれはおかしいということでですね徹底的に論戦をしました。そしたら次の年からですね、自衛隊への体験入隊はやめて憲法を研修会に戻したということでね、聞く耳は少しあるんかもしれません。だけど実績を作りました。そういう市長さんに任せていていいんだろうかということを強く私は思っています。それから、ちょっとお話を、そんな生々しい姿勢じゃなくてね、私は実はもう40年以上、モンゴル帝国の研究をやっています。私の専門はチンギス・ハーンが作ったモンゴル帝国の社会制度、軍隊のその仕組みをですね解き明かすっていうのが私のライフワークなんです。で今私の研究を全部まとめて本を出そうと思っているんです。ほとんど出来上がっているんですが、安富さんが馬がね、大好きで、私はモンゴル行ってですね馬の生活を見てきました。でそういった意味では本当に安富さんとはですね馬が合うということだと思うんです。はい、ちょっとうまかったですねでそれで実はですね、社会の仕組みっていうのはどのように私たちが、暮らしているかなんですが、それは何を生み出しているかということだと思うんです。そういう点ではですね、安富さんが、価値創造的、創造的な価値転換という言葉を、使っています。私この言葉にとてもしびれているんです。東松山もね、価値創造的な転換が必要だと。でその要は子どもを中心に子どもを守るということだと、ここから全部見直そうというのがこの安富さんの、
もう本当に芯にあるんですね。で私は40年以上の間、先生をしています。大学の非常勤もやってたし、明日からですね、また看護学校 の授業が始まります。そういう意味ではですね、ずっと生涯をかけて、子どもたちや、生徒の皆さんと、話をしてきました。何を願っているか、そしてどういうことが嫌なのか、そういうことをですね、私は40年以上にわたって、対話をして、そして私はそれを糧にして、私の生き方にしてきました。そういった点では、安富さんと私は本当に通じ合うんだな、この3週間の出会いですけれども本当に通じ合ってるんだなっていうふうに思います。安富さんの構想と、それから作る会が、作った基本政策、それをですね、合わせたら48項目の基本政策が出来上がりました。この中には皆さんが実現してほしいという願いがたくさん込められています。ぜひとも、安富さんをですね、市役所に送り込んで、この政策皆さんの力で実現しようじゃありませんか。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。うまい話も聞けました。ありがとうございました。どうでしょう。はい、移動、はい、どうぞ。しまった、蹴っ飛ばした。そろそろ、高坂のあそこにある神尾館で贈米でやろうと思ったんですけど、ケーブルが届かなくてできなかったんですが、次は高坂にもう一個同じのがあります。なんで2個作るんだ。もう一個は実は3個あるんですけど、そこで11時ぐらいからもう一遍やろうと思うので、皆さん一度解散してですね、フラッシュモブみたいに現れてください。ではどうもありがとうございました。イエーイ。